今回は中華風のカツカレーの作り方を紹介します。カレーは煮込んだりしないので簡単に短時間で作れます。それでは作っていきましょう。あらかじめ豚ロース肉は包丁で叩いて柔らかくしておきます。次に塩コショウで下味をつけます。豚肉に小麦粉をつけ卵を絡めたらパン粉をつけます。材料はニンニク、玉ねぎ、ピーマン、赤ピーマン、豚肉です。豚肉を揚げていきます。170度くらいの中温の油に入れます。火を弱火にしてじっくり時間をかけて揚げていきます。5分ぐらいを目安にして揚げていきます。こんがりとしたきつね色になったら油から取り出します。油切れを良くするために一度高温の油に軽く入れます。しっかり油を切っておきます。鍋に油を入れニンニクを香りが出るように炒めます。豆板醤を小さじ1入れます。野菜を入れ炒めていきます。紹興酒と醤油を鍋肌から香りが出るように入れます。スープまたは水を 400cc 入れます。砂糖を少量入れます。オイスターソース大さじ1を入れます。胡椒を適量入れます。カレー粉をスプーン1杯入れます。味見をして足りなければ醤油を足します。水溶き片栗粉を入れとろみをつけます。カツを切り分けご飯と一緒に皿に盛ります。
カレーをかけて完成です。今回は中華風カツカレーの作り方を紹介しました。ちょっとカレーが食べたい時など簡単にできるのがおすすめです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などの作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。